皆さん、こんにちは。島でございます。今回はですね、直近のニコンから、まあ、値上げのね、 発表があってもおかしくないんちゃうかなっていうことをずっと考えてたので、あくまで私のこの他のね、他社メーカーさんの動向を含めて、まあニコンのこの最近の価格に対するところの考察になります。なのであくまで、えっ、ー、と、まあ参考程度にね、まあ確かにジマさんの言うことも一理あるなうん、ぐらいのね、まあ雑談会として聞いてほしいんですけど、 各所でやっぱりね、Z9 っていうものが、えー、価格の、まあ、ニコンのね、フラグシップ機のミラーレス一眼の Z9 っていうごっつい人気のね、あのカメラがあるんです。ごっつい性能のいい、めちゃくちゃ優秀なカメラがあるんですけど、価格の上限になっちゃってるんですよね。あの69万円ぐらいするんですけど、そのカメラが言ってしまえばフラグシップなので、そのフラグシップのいっちゃええカメラやでって置いてるやつよりも、新製品が、 89万とかドーンって出てったらえー、フラグシップの立場みたいな旗振られへんでなってしまうんでねあの価格上限になっているのはちょっとニコンの戦略としては安すぎるんちゃうかっていうねまあご意見が、まあ、あったりとかね逆に他の Z シリーズを買うんであれば Z9 がちょっとお買い得感があるから、えー、Z9 買った方が賢いかなっていう意見もあったりしますでもちろん価格とかね あとはサイズ、このカメラ、これ Z30 とかね、Z7 系統とか、こういったまあ、サイズってのもありますし、で、性能、オーバースペック、高画素機もあれば、えー、気軽なフルサイズ機もあれば、APS-C のね、ミッキーマウスみたいなのついてますけど、これね、風貌ですけどね。1 2 28これいいですよこのレンズめちゃくちゃ使い勝手が良くてファンクションボタンとかにねパワーズームのこのプラスとマイナス、えー、とズームインズームアウト割り当ててね使い勝手がええかなと、えー、いつも通り動画で楽しもう表持,持ち出して途中から写真撮り出してるっていうね、まあ、いつものパターンなんですけどこの1228もねまたいろいろ話していこうと思うんですけどこういったねスペックのところでやっぱりね、あのー、利用用途ってものがまあ分かれてきますよとなので過去動画でも何度でもお伝えしているんで ですけどもそのカメラを使う人のまあ、利用用途であったり利用する場面にマッチしているかが大事ですよという話でございますなのでニコンの価格書いて、まあ、いわゆる値上げですは、えー、値上げについて今回は語っていきますジマチューブスタートですジマチューブはい改めましてジマでございますまずですね 値上げっていう単語をまあここ数年もう聞きすぎて、まあ、ニュースとかでね値上げですとか、えー、なんか内容量が減りました価格据え置きです実質値上げやんみたいなところがあってもう流行語でしょっていう風にね言いたくなるぐらいもう聞き飽きた単語ではあるんですけど、えー、身近なところではですね私たちの,その食料品とかね、まあ、生活雑貨なんかで家けを。 圧迫してると先日もね、近所のスーパーさんで、えー、コロッケいつもね、5つぐらい入って300円、1個60円とかかな、5、6、30円で300円で、まあ、5個ぐらい入ってる紙,紙,紙の真ん中にペラペラの透明の窓みたいなのがあって、なんかわかりますこう紙の袋で包まれた5個入りのコロッケがあるんですけど、なんかね、めっちゃちっちゃなって1個が。で、5つ入ってたのが、 3つになって、で、あの紙袋じゃのうて、透明のあの長細い、よくあるお惣菜で売られてるようなところにコロッケがポンポンポンってなって、え、これで300円で1個100円になってんねんけど、えー、って言って話してると、その店員さんがね、私の顔見て、多分リアクションを見てね、あ、この兄ちゃんあ、値上げにちょっと戸惑っとるなという形ですって寄ってきて、声かけてくれてね、ごめんなさいね、あのね、 今日からね、あのー、数がちょっと調整されてね、私らも驚いてるんですよ。えー、なんか本体ちっちゃになってるし、コロッケ、コロッケ前までこう長細い丸やったのに綺麗。きれい 丸になってで3つがその透明のトレーの中にポンポンポンってあってなんか寂しいなって言って「いやーまあ値上げっちゅうやつですわと」といろんなもんがね高なってこうせざるを得んのですわーっていう話をしてね「えー、そうかじゃがいも取れへんのかな思ったけどやっぱそういった油とか全部が高なってるんやね」って「そう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 」ってコロッケっていろんなもん使ってるからねみたいな話になってうーんじゃあ 春巻きくださいって言って春巻きはまだ減ってなかったんで春巻きもらったっていうねいっぱい入った春巻きを買って帰ったっていう何の話やっていうところなんでそういう形で食料品とか生活雑貨がどん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 家計をね圧迫してるなっていうのは私自身めちゃくちゃ思います今回そのゴールデンウィークのねガソリン代とかも結構かかってるっていう話もね皆さんから聞いてますしあんまり遠出できひんっていうねところもあって円安もありますしね私たちのこの日本円 っていうものが、まあ、国外日本国外のものを買おうとするとえ前と同じガジェットやのに1.5倍ぐらい高くなってないアップルさんって言いたくなるようなねとこがよくあるんですけどその日本国内でね、まあ、買い物する分には別に日本円として同じぐらい、まあ、一緒に上がってるからそんなに差をね感じひんかもしれないけども国外から買うと日本安いし。 この今のタイミングって買うの避けた方がええんかなって思ってしまうんですけどやっぱり業務に必要なものなので私が買うものってね基本なので買わざるをえんかなっていう仕方ないなと思いつつ正直やっぱ内心うわこれやったらこういうね機械系ってまあ壊れたりはするけど別に食べ物みたいに賞味期限とか消費期限があるもんじゃないので。 ストックでもう一本日本買っとったらよかったなって1,000円2,000円安い時にねっていう風に思ってしまうんですどうしても内心ねで今年のねゴールデンウィークは先ほどの話じゃないですけど交通費が多高つくとかまあその電車とかもその高速とかも全体的にね値上げされてたりとかあとは宿泊費がやっぱり国外からいろいろね人が入ってくるっていうところで別にそんなに部屋が余ってるわけじゃん ないので値、ね、下げする必要がその宿泊先にないのでもう値上げして国外の人からするとその値上げしたじ値段でもあ別々にあの円安いから全然、まあ、どこいどこいやわみたいな感じの感覚ですけど私ら日本で生活するものからしたらえなんでこここんなに30005000円値上がりしてんのもう大阪東京 宿泊できへんやんみたいな感覚になっててですねもう値上げらしもあってまあ今年のゴールデンウィークはあんまり遠出せんとまあ身近なところでね過ごされるという方もまあ多くいらっしゃるとなのでええところに宿泊するよりかは大きなキャンピングカー借りてもうあの家族でね何日もキャンプするんですええやんそれみたいな形であのなんか噛まれたりとかせいへん 公園とかって意外とね危険な動物とか生物とか、まあ、虫が多いかまあそのね針とか持って毒持ってたりする動物というか虫も多いから刺されんように気ぃつけやーっていうだけね言うて、まあ、見送ってたりするんですけども。 うんまあ、身近なところで済ませるゴールデンウィークっていうね傾向が強いかなっていう話もよくあるかなとでもちろんこれってカメラ業界も他人事ではなくてですよそれどころかスマートフォンで、まあ、高精細なね映像であったりとか、えー、写真がね撮れるような時代になっておりますので,でかつスマートフォンってね SIM 端末 もね入ってるので言ってしまえばこれで世界に繋がれるじゃないですかインターネットね繋がれるので SNS に投稿できるとかいろんなことが写真映像を撮る以外のことももちろんスマートフォンなんでもともと本来あんたの役職というか本職は電話なんで電話ももちろんできますと。ででもカメラでねこう z 30 こう耳に当ててもしもしあ最近ちょっと元気って言ってたらあのお兄ちゃんカメラと喋ってんのかなみたいなちょっと離れようかみたいになってしまうんでカメラはねあくまで高精細なオーバースペックよりの映像であったりした写真っていうものをね撮るものになるといわゆるまあ試行品。 贅沢品の類になってるんちゃうかな。この構成でも15万やし、この構成でも20万でしょで、これ本体で2 30万ぐらいするっていうところで、やっぱり、まあ、嗜好品、贅沢品っていう形になってる印象があります。でもちろん、動画とか静止がお料理をね、おいしく撮るとか、取材行って、えー、そういった取材の場所の観光地の場所を撮るとか。 え単純に人物を撮って広告に使える何かを使うとかそういったもちろんその動画静止画っていうものをえ業務で利用する目的であればもちろんこういったね携帯でも綺麗ですけどやっぱこういったしっかりしたカメラを使ってもらって写真撮ってデータ管理する方がまあ納品とかの作業もねやっぱりデータベース上でデータベースというかデータ上でできるんでまあ楽ですよねっていうところもあって業務利用ならまだしもね まあ正直趣味として続けていくにはこの今のタイミングで買うっていうのはまあカメラ買うのはきついかなっていう意見も多く出ているんでまあある程度カメラ Z シリーズ含めてね値段が落ち着いたら買うわっていう話もよく聞くんですこのカメラいいですよって話をしてるときにねでもそう言いながらご本人もわかってるんですよじゃあいつ値段下がるんで これから先日本でカメラもうそれって5年後10年後の話になってくんじゃうんもう3さ少なくても3年5年でオリンピックとかワールドカップとかのそういう大型イベントがあって大型のカメラの後継機がドドンって出た時に1個前の旧世代今回で言う Z6 とか Z7 の初号機ですよねが、まあ、アウトレット価格みたいなボボンって下がった、まあ、3年4年周期で あの3年4年周期の1個前のカメラを買うぐらいじゃないと国内で安くカメラ本体を買うってうの無理ちゃうっていう話を、まあ、よく聞くんですよね。でも別にそのもうすでに今のカメラってめちゃくちゃ優秀なんで暗い環境とかめちゃくちゃ早いものを撮るとか過酷な撮影環境。 でないのであれば明るい光量が確実に撮れてそんなに三脚に置いて静かにパシャってね風景撮る分やったらもう全く今のカメラ全然問題ないんで全然そんな何年周期の1個前に出たものモデルでも全然使えますよというか普通にもっと前のね5年10年前のカメラでも全然使えるのでもういいんちゃいますかって話をするんですけどやっぱりその今買うんはきついっていうのはどうしても意見としては。 まあ私もそう思いますし、今買うって、なんか後々値下げしてね、どうなるんやろうっていうのを、なんか Amazon のそのセールじゃないけど、Amazon のセールが始まる前に買って、Amazon のセールが次の日とか、2日後とかに始まって 3, 5,、3000、5000、マイナス27%オフです。うわ、うわ、今、あ、でも在庫切れ取るからさっき買っといてよかった。みたいなね、そういう感覚に近いものがあるんですよね。なので、それまで、あの、 欲しくなるほんまに欲しいほんまに必要な人しか買われへんものになってるなっていうのがカメラとかレンズに対するところでもそれでも売れ続けてるカメラっていうのはやっぱソニーの α7 系統であったりとかあとはそのニコンの Z9 っていうものに関してはやっぱり思うところがあってこういったみんなが簡単に買えへん状況になりつつも売れ続けてるカメラっていうのは ほんまにすごいカメラなんやなというところが逆に選び抜かれたカメラたちなんで今売れてるカメラっていうのは確実にいい製品インパクト重視マーケティング重視でうまいこと言って勝手に売れたではなくてほんまにちゃんとみんながえっと このお金出して大丈夫なんやろかで慎重に考えた上で購入されてる方が多いと思いますので日本ってそんなにめちゃくちゃ国外みたいに富裕層多いわけじゃないんでねめちゃくちゃ慎重に購入されてると思いますので今売れてるカメラっていうのは信頼できますしニコンの Z9 であったり超望遠レンズっていうものはやっぱり魅力的ですし素晴らしいカメラ。 で今まで待ってたよ Z9 っていうね、えー、こういったストック需要も、まあ、ニコンの、えー、と利用者さんの中には、まあ、多いので安定してこの Z9 っていうものが大体もう1年ぐらい経ったかな冬ぐらいでしたもんねあれねなので1年ぐらい経過してでカメラ屋さんというか ヨドバシとかの量販店でも比較的、まあ、Z9 入荷しました在庫ありますとか当日出荷可能ですみたいな供給もねちょっと安定してきているような、まあ、状態なのでストック需要ですよね Z9 出た Z9 欲しい Z9 買いたい売ってくれどこも売ってないどこで買おうみたいなそういったストック需要をある程度、まあ、消化したような、まあ、印象があるのでちょっとそのこういう,なんていう一番すごい盛り上がりのピークはちょっと落ち着いたかなっていう印象が ありますでこのチャンネルではですね撮影に関することカメラに関する情報ニュースを毎週更新で投稿しておりますのでぜひチャンネル登録をよろしくお願いしますつまりですよつまり Z9 とか、えー、ニッコール Z の 100400mmF4.5 から 5.6VRS 受注再開しましたね2個、えー、の超望遠のズームレンズで30万円ちょっとぐらいなので他のね、えー、超望遠レンズこういったものを、えー、Z レンズで えっとね、これ 800mm の6.3ですけどうーん比較するとやっぱり100から400ってまだ手の届きやすい、まあ、レンズですし200から600の超望遠がいつ出るかっていうのはちょっと楽しみでもありますけど現実的に100400でね今、まあ、購入するのっていうのは正しいというか堅実かなというところがありますで、えっと、その需要供給か。 在庫もね安定してきているので100400もまたねそのまあうん原材料が枯渇しない限りは手に入らない状態っていうものは一通り解消したかなとなので Z9 のこの売れ行きの盛り上がりと同時にレンズもね一気にグワー売れたんでで Z9 が落ち着いたことと、まあ、レンズが落ち着いたことも同じ比例してね落ち着きつつあるのでまあ一段落ついたんかな。 っていうのはありますまあそう考えるとニコンのミラーレス1がね今まで私自身情報発信する中でなんでニコンでミラーレス使ってんのっていうねあのコメントを3年前4年前なんてよく来てましたけど今となっては逆にねもう当時の人たちはどこ行ったんやかっていうぐらいもうあのそういったコメントはなくなってしまって Z9 をねまあ含めて、まあ、成功したんじゃないのかな一つ。 1> 第1章、まあ、ニコンのミラーレス一眼 Z シリーズっていうものは、まあ、成功を収めたんじゃないのかなっていうのは印象として持ってるんですね。となってくると次のこのニコンの戦略としては新たな製品の投入によってもう一回 Z9 でボーンって盛りり上がりましたでもう一回別の製品でポーンって盛り上げてでその盛り上がりに。 えっと、便乗して Z9 もまた売れたらええなとか超望遠レンズ売れたらええなみたいな Z マウントの利用者拡大したいなみたいなね、まあ、狙いはあると。 思いますやっぱり Z マウントの利用者、シェアの拡大っていうものは今後の課題でもありますし、F マウント利用者さんをですね、やっぱりそろそろ Z 来ませんかっていうところで引っ張り出すっていうのも、ニコン、まあ、キャノンも含めてかな、EF マウント、RF マウントに引っ張ってくるっていうのも含めて、一つ一眼レフで一時代を築いたメーカーさんには、まあ、課題としてあると思うんですよね。なので、おそらく 23年5月10日のローンチイベントでねあの8の数字今スライド入れてると思うんですけどこの8の数字が、えー、と右下にね出てちょっと拡大して載せてますあの「はてな」の「アあ,あいレディ」のハテナのところの一番下が8になってるんで、まあ、何かしら8という数字を含めてきて くれるんじゃないのかなというところがありますのでカメラ本体なのかまたはレンズについて、えー、新製品の登場がま期待できるという状態ですでこのままの状態で新製品をね展開してくれると まあ利用者である私たちからすると、まあ財布面でまあ助かるっていうところはあるんです。アッパーが69万の Z9 やから、まあおそらく Z9 を上回った8のナンバリングのカメラは別に出てこんやろというふうに思うんですけども、原材料の価格高騰であったりとか、先ほどね冒頭お伝えした円安の影響とか、あとは他社さんのね、メーカーのまあ値上げっていうものを見ていると、どうしてもまあニコンっていうところが、現状の まあ割安の感覚を受け取るような価格設定を続ける理由がないんですよね。なんでニコンさんだけ頑張って割安続けてんのっていうところがあったりしますので、もちろんそのニコンっていうものが、まあ、価格改定をまだ1回しかしてない、Z シリーズでまだ1回しかしてないっていうところがあるので、でしかも当時、 過去のね動画で私ニコンがついに値上げやーって言ったんですけど意外と良心的みたいなオチやったんですけどレンズ中心やったんですよねでカメラ本体っていうものはそのレンズと紐づ付いて ZFC とかのレンズキットがまあ見た目上値段上がってましたけどでもそれってどっちかっていうとレンズに引っ張られたところがあるのでカメラ本体は価格高騰っていうのは据え置きやったんですよねなので次の価格改定が入るタイミングがあれば ですよ、えー、この次のタイミング2回目の価格改定の Z シリーズでカメラ本体側が値段をグイッと持ち上げてもおかしくないんちゃうかな前レンズ上げたんで今回、えー、カメラ本体上げますというのもおかしくないんちゃうかなってのがあります。でそれによって Z シリーズの5679というところが並んでいる中で Z シリーズのランクっていうものを スペックでももちろんそうやしもっと分かりやすい価格値段で明確化するっていう可能性も十分にあるんちゃうかなってのは思います何より数年前のニコンっていうのはうーんまあちょっと高いというか割高感あるかなでもその分サポートもいいし品質もいいし頑丈やししっかり長いこと使えるしなのでこだわっている人が、まあ、選ぶメーカーみたいなところがあったんですけども今はその他社メーカーさんが グイッと値上げしてくれたおかげでですねなんかニコンが末置きでおってどっこいどっこいになってきたんですよねニコン末置き他社は安かったでも上がってきたどっこいどっこいでなると品質重視のニコンの方が良くねっていう風な判断をされる方も増えてきているしニコン利用者からするとそういったやっぱり印象があったんですよね他社があの値段であのカメラのランク出してくれたニコンこの価格やったらニコン選ぶよっていうところがあったんですけども これがまあ結果的にそのニコンが割安感が今ある状態でコツとパフォーマンスが優れているというブランドになっているとでもこれがいつまでも続くとは私は思ってはいないんですよねだっていびつやもん違和感があるというのが正直なところですもちろんニコンさんすごいね、えー、カメラ本体値上げせんと頑張ってるね素晴らしいねっていう思いもありつつでも値上げせんのもなんか変 っていいうところががああるるんでですよ何かししらマーケティング的な狙いがあるでしょう今値上げするとまずいというか今値上げせんと踏ん張ってシェア拡大であるとか認知度拡大だとかイメージの払拭であるとか新しい利用者を呼び込みたいとか何かしらの狙いがないと言ってしまうと価格を値上げせんとその値上げする分を広告宣伝費として回してんちゃうかぐらいの感覚に思えてしまうんですよね。まあ、それぐらいまあ うん、ニコンのカメラが値上げしても私はおかしくないと思っている印象があります。で大本命の Z9 のですよね、Z9 っていうものに対して超望遠レンズであったりとか MC レンズっていうものがどん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 、えー、充実して登場してきてですね、本格的にあのレンズのロードマップ、あと残り5本とかね、オレンジの未発表 えー、レンズのモデルっていうのが残り5本ぐらいになってきているんでそろそろ5.3のバージョンのねレンズのロードマップから更新かけてなんかうわそんなレンズ出るんですかみたいなところを楽しませてほしいかなって思うんですけどレンズが充実してきて本格的にこの Z マウントっていうものを導入するきっかけにもなってると思うんです Z の7が出た3年とか4年前ってもうロードマップ表にレンズ もうちょろちょろってあって247051.8とかちょろちょろちょろってあって第三元出しますとかちょろちょろってあって他のレンズほぼほぼ今後出しますみたいなしかもそれが3年後とかもう時は早いもんね2023年なんでもうちょうどほんまそのロードマップ表通りには来てるんですけどもうーんまあまあまあそろそろレンズもね30本ぐらい揃ってきたんやったら Z マウントを本格的に導入するきっかけになった利用者さんも増えてきて で数字上でのニコンのシェア率っていうものはそんなにソニーとかキヤノンに結構差はつけられてるんですねやっぱり今でもで差はつけられてはいるんですけどいろんな人の話を聞く印象からしてやっぱりじわじわとニコンの Z マウントユーザーっていうものが拡大しているのは確か逆を言うと前はもっと少なかっただけかもしれないんですけどじわじわ拡大していることは 確か、え、Z 買ったんすかえ、Z 買ったんすかえ、Z 買ってますやんみたいな感じのまあ、大体 ZFC ですけど、あ、Z30 の人もいるなっていうところがあって、あ、Z50 の人もちらちらいましたね、Z50 が安なってたからというところでね、あの、購入されてる方をお見受けするんですけど、あくまでまあ、考察なんですけども、Z9、Z9 がフラグシップ機としてですね、えー、約69万円なんですよ。今、価格の、あのあ ニコンダイレクトの、えー、価格のねものを持ってきて一番左上に Z9 がいるんですけども、えー、Z9 が約69万円で実際量販店ってね10%ぐらい、まあ、ヨドバシさんですけどポイントがついたりするんで60、まあ、まあまあまあ実際63万円ぐらいで買えたりするよっていうところがあったりとか。 お隣のね、Z II ですね、Z7II です高画素機に関しては、えー、39万8千円っていう通販番組みたいですけどまあ40万弱ですわもうほぼ40万ですよね39万円っていうところで、えー、隣に並んでいるとで価格差は69万と39万なんで30万円の差結構ここ差でかいじゃないですか30万の差かっていうところがあって F1.2 のレンズ変えるでとあの85とかのねレンズ変えちゃうでそれこそ先ほどお伝えした100400の4.5から5.6の VRS なんてね30万円ちょっとぐらいなんでレンズ1本変えるやんしかもめちゃくちゃいいレンズがっていう価格差なんですけどここに先ほどお伝えした8っていう数字がね、まあ、空席のナンバリングが今のところ ああえて言わなないいでですすけど Z シリーズにあるじゃないですか5679ってあえて一つ空席があるなとでその数字と先ほどの「アイオレディ」の数字がまあ一致しているっていうところもあっまあまあまあそうなんかなってのは勝手に思ってるんですけどもしその空席のナンバリングが入るんであれば候補として Z の7の2型が、えっと、39万円でしょで69万円で上が Z の9がいて。 間って万万円なんか59万円なななんんんかかですよでその空いた空席の8番が49言っちゃったね8番8番が49か59万円のどっちかに来るやろなとじゃあ8番が79万8やから88万でとか言われたらいやいや Z9 の立場みたいなとこがあるんで、うん、まあおそらく49か59の 50万円弱なのか60万弱のどっちかで出てくるかなってのは想定されるんですけども49万円やったら差額10万じゃないですか差額10万で Z7II を買うぐらいやったら新しいやつ買いたいなっていうふうになって Z7 の,の2型 Z7II が売れにくくなるし逆に59万円やったらいやあと10万出したらフラグシップに手届くんやろ。 フラグシップ買うよみたいな形で Z9 が買いたくなるまあそれが戦略やったらそれはそれ正しいかもしれないんですけどみんなニコンユーザーフラグシップ計画みたいなニコンの中でねあったらそれは面白いんですけどつまりニコンのカメラ同士でこのアッパーの Z9 っていうものが69万円で出てることに この49、59でちっちゃいレンジの中でしか動かれへんっていう価格差がね結構キツキツでちょっとアッパーが69っていうのはちょっと上がってくださいよ Z9 さんっていうのがおそらくあるんじゃないのかなってのは、えー、思っておりますでも,もしですね Z9 が69万円から79万円に上がったと10万プラスでね79万円と上がったら 結構綺麗に収まりがよくて Z の7の2型が39万新製品が59万、A、デゼットの 9Z9 が79万と20万20万20万っていう並びがね、まあ、できるんちゃうかなっていうところでその20万ごとの価格差と性能差でもうきっぱりと。 役割を含めて綺麗に並べるることとができるんじゃなないのかなと高画素のフラグシップ連写に強いで高画素で出てくるのかどういった出方わからないですおそらくフラグシップと高画素機の Z7 の,の2型のまあ間のいいとこ取りをしてくる機種が出てくるで高画素機で落ち着いた写真に向いてますよという Z7 の,の2型がいるという形で並ぶことができるんちゃうかなと。 でちなみになんですけど、じゃあ、そのルールでいくと、79、59、39、19とかになるけど、どうなんっていう風にね、20万ルールで言ってしまうとそうなっちゃうんですけど、ちなみになんですけど、Z の6の2型は12万の差です。そんなに20万の差開いてなくて、約27万円なんですよ。赤い枠で、右下え、右側にいます。で、右下が Z の5ですね、Z の5なんですけど、Z の5は、 えー、17万円ぐらいでいでますで旧製品になるんですけど私自身ちょっとこれ驚いたんですがオレンジで丸つけてるんですけど Z の7ですね初期型ですね Z の7が今も20万ぐらい安になりましたね当時40万ちょっとで4十4 5万ぐらいで出たんちゃうかなちょっと高かったんですけど Z7 が約23万円ボディ単体でねで Z の6が約18万円と。 中古で今買ってもそれぐらいなんで Z の7とか6ってなのでもう中古で購入するんやったらニコンダイレクトで新品で買うてる方がええんちゃうかなってもし Z の7とか6を購入検討されてる方がいらっしゃるんやったらこちらをぜひ新品をねニコンさんから買えるっていうのをおすすめしておこうかなともちろん値上げをせずにですよ まあさっきの話ちょっと広げると Z の6が約18万 Z の5が約17万ってなると旧製品か現行品かっていうところの違いはあるんですけど Z の6の方が良くないっていうのは正直あったりもしますまあ Z の5の方がねダブルスロットであるとかいろんなメリットはあるんですけどっていうのはちょっと補足しておきますで話戻してもちろんその値上げをせずね 私は値上げするんちゃうかなーっていうふうに思ってるんやけどもおそらくいやもうそんなん言うたらあかんそんなん言うたらあニコンさんがじゃあ値上げしようかなーって値上げに前向きになってしまうやんそんなん言わんとってよ、ジマさんってねなってしまうかもしれないんですけどもちろん値上げせんとですよ可能性としていやニコンはカメラボディは安く売り続けるんですどやーみたいな感じで 69万円据え置きで来るかもしれないんです。ニコンさんの男気としてね。かっこいいってところがあるんですけど、あの、Z7II を、うん、逆にですよ。まあ、ないと思うんやけど、インパクト重視で、どないです ?Z7II、29万円とかで出てきたら、えどういうことさっき、Z7II は39万円するって言ったんですよ。40万じゃないですか。Z7I が、 逆に69万の Z9 を据え置きでおいて他社がどんどん値上げしたんやったら「いやうちフラグシップで Z9 ってメカシャッターレス」でねもう最強のフラグシップ機があるんですけどえ69万で売ってますけどえ逆に高画素機の Z7II はもう30万以下にしたんですよ。へえ 会社さんんは値上げしてるんやうちのメーカーブランドニコン Z シリーズどうでっかっていうふうに売りやすくなると思うんですよ広告宣伝費としてさっきの考え方を入れるとねでもバーーゲンセール感がす,ごすぎるんでそれはははままあ、現実的には難しいとは思いと思すでももし可能性として、まあ、Z の Q を値上げするっていうのと同じぐらいの可能性として Z の Q は据え置きで Z の9値上げした方が今買った人が得やラッキーやったニコンさんありがとうって言いやすいので心理的にもプラスは働くんですけど Z の9を60で据え置きにして Z7II とかを10万下げるみたいなね新製品用で49で出してくるみたいなで39んちゃは294969みたいな20万ルールができると私たち利用者にとってはめちゃくちゃ嬉しいし逆に Z7I がめっちゃ売れてまうかもしれへん。 みたいなねところがあるんですけどいやジマさんそれはさすがに無理やわっていうねニコンさんからの声もなんとなく聞こえてきますよね自利品ですわとそんなんしとったらもうもうどんどん縮小してしまいますわというところでねニコンさんからのコメントがちょっと届きそうな、まあ、考えというところもあるんですけどもあくまで過去のカメラ業界の動きとして特にニコンってね何回かありますけどカメラ本体って マウント縛りの、まあ、きっかけになるものでもありますので、バーゲンセール感覚で過去何度も出てきてるんですよね。え、なんかカメラ本体めっちゃ安ないみたいな。で、カメラ本体めっちゃ安いからカメラ買う。じゃあレンズ買おうみたいな形で、レンズで売り上げ出すためにカメラ本体は結構ドーンって、あのー、割安で出すメーカーさんっていうのは多いんです。ニコンも別にこれ例外でなくて、特に今回のこの8っていう数字を聞いた時に私は、 懐かしいね D850 のインパクトを思い返したんですよ当時え高画素機やんねなんかめっちゃごっついカメラやけどフラグシップではないんやけどめちゃくちゃごっつい高画素機今みたいにミラーレスみたいな技術が進んでるわけではなくて当時の D850 ってほんまにめちゃくちゃ完成度の高い一眼レフカメラやったんでそのカメラがえっとね30万円台やったんですよ 正確な価格覚えてないです35とか39とかそんなやつかな40万はいってなかったと思うんですよねで高画素機っていうものが登場したことが40万当時下回って,てたことってのは衝撃的で売れまくりましたよね D850 は名機だという形でね性能もいいし手に取りやすいしうわすごいなっていうところがあってで当時ね高画素機 D850 とえー、1424F2.8 afs のねもうこの組み合わせが最強すぎて 14mm で高画素機で撮れるっていうのだけでいやもうニコンに行くっていうね方も多かったぐらいすごいし他のメーカーブランドマンカメラのレンズマウントを使ってる方がニコンにグッて振り向くきっかけにもなったカメラでもあるんですでこの8っていう数字にそれぐらいのインパクトっていうのをミラーレスでも求めてしまってはいるんですけど まあやっぱりね、まあ、時代は変わっていくので今ほどその8っていう数字のねナンバリングのカメラがインパクトを出せるかっていうのはちょっとハードルは高いと思います。で素晴らしい D850 っていうねレフ機があるからこそ、まあ、Z シリーズがいろいろ Z いいですよいいですよって頑張っててもやっぱり D85078750、まあ、もいいですけど D500 かなとっていうものを 手元にねやっっぱり残してておくよいいうニコン利用者さんは多いですもちろんその D850 とか D500 っていうカメラがめちゃくちゃ大事やからっていう理由が多いんですけど中にいろいろ話聞いていくとやっぱりいや今下取り出してもね10万ちょっとやから10万ちょっとやったら手元置いとくわっていう形でね思い出も詰まっとる人全然使える人。 いいうととこころでで正直な意見も数多多くく聞くことが多いですまあ56年前やったらね3分の1ぐらいになってたらまあそれでも高く買い取ってもらえてんちゃいますと思うぐらいなんですけどねだってこういった理由からニコンが、えー、新製品発表時に、まあ、値上げとはならずともですよ冒頭お伝えした値上げとはならずとも新製品が ある程度、じゃあ新製品5月10日にバーン、まああれはローンチイベントおそらくティザー動画みたいなのが15秒とか30秒とかポッて流れて、これはどんなカメラや、どんな性能がついてんや、うん、ニコンさん楽しませてくれるやないかっていうのが多分4週、3週、4週ぐらい続くと思うんです。Z の9の時みたいに、こういった機能がありますみたいな。 で3週目4週目にドーンってなんかいろんな有名なね写真家の先生たちがおそらく 85mm の F1.2 とかね超望遠のねレンズくっつけてこんな写真撮りましたみたいなのが出てきてうわ星欲しいやるニコンさんかわしてみたいなねそういう、まあ、流れを組んでるとは思うんですけどもまあおそらくそのカメラが登場して、まあ、半年1年ぐらいかなある程度まあ売れ渡ったというか需要が落ち着いたタイミングでしれっ 値上げするんちゃうかなってのは思いますなので「新製品出します」「Z9 値上げします」「もう」ってなっちゃうんで「あからさますぎるわニコンさん」ってなってしまうんでおそらくそれはせんかなと思うんですけども、まあ、状況を見て新製品出してちょっと売れ行き第1ロット第2ロット第3ロットぐらいがわーってはけて落ち着いたタイミングでこのタイミングで Z9 値上げしますとして「あ Z9 値上げするんやったら Z9 買います」っていう人らもいれば「Z92 代目買います」っていう人もいれば ね、そういった形の、まあ、運びなので新製品がある程度希望者に行き渡ったタイミングで値上げをする可能性の方が高いんちゃうかなってのは思いますでそうなってくるとタイミング的に値上げ前の Z9 を含めたカメラへの購入意欲も刺激できる欲しくなるし キャッッシュバックキャンペーンを含めて値上げするけどキャッシュバックするからまあ前と同じ実質キャッシュバック含めてお金返ってくるから前と同じ価格で買えますよみたいな金額負担にしてくれるとまあ好印象キャッシュバックに今してんねんすごいよねっていう好印象を与えつつ長期的なまあ値上げに対してはまあちょキャッシュバックが終わったら値上げしますからねっていう心理的なハードルを下げるっていうね狙いもあるんちゃうかな実際私がここね 28mm の F2.8 のねスペシャルエディションモデルをキャッシュバックやからスペシャルエディションでね購入したと。なので急ぎではなかったけどキャッシュバックで、えー、と値上がりする前の、まあ、3万円ちょっとぐらいで買えるんやったらこっち買っとこうかなみたいな、ねまあ、ポイントもあったっていうのもあるんですけどニコンダイレクトの。なのでこれをね購入したっていうのもそのキャッシュバックの影響っていうのはあるんですよね。なので価格改定前に近しい価格で購入できるんであれば、まあ、追加で買うっていうところはあると思います。 で皆さんもね、まあ、お仕事する中で、まあ、値上げっていうものは身近な話やとは思うんですけども、値上げって別に悪いことではなくて、ですよね、正しい値上げっていうものは、別に悪いことではない。その 悪意のある値上げはやめてよってなるんですけど、もう仕方のない、まあ圧迫による値上げっていうのはね、どうしても物価っていうのは上昇していくものなので、まあ次の製品のね、開発費とか、優秀な、その、何、カメラ作ったりとか、デザイナーさんとかね、開発される方とか、優秀な人材の確保とか、技術の向上とか、人の採用とかね、あとはもうそういった工場とか、本社とかの改善とか、いろいろ、うん、まあ、 絶対お金がいるとこってはあると思うので、まあ、値上げっていうものは間接的にそういったところへの投資になりますので、まあ、うん、身近な話かなと。で、マーケティングへの予算配分にもね、それこそ有名な著名人をニコんで喋ってもらうとか、こういったリアルイベントしますとか、こういった動画作ります、プロモーション作りますみたいなものを含めて、 あとは企業の、まあ、長期的なプール金ですよね。<laughs> 内部留保みたいなものを含めて大事な役割があると思います。値上げっていうものは。で、IR 資料でね、今ちょっと持ってきてちいちっちゃいですけども、ニコンはね、あのー、映像事業っていうものは、えー、収益性っていうものを重視してですね、えー、プロ趣味層っていうものをターゲットとした、えー、中高級カメラへの注力を継続すると。なので今回はおそらく、まあ、上位機、中高級機のカメラに当たるんちゃうかなと。 いうところがありますしレンズ負担率2以上というところもありますのでカメラ本体もやっぱ裏なあかんっていうのはもうニコンさんも分かってることなので、まあ、今後もね商品を出してくれるんちゃうかなと。なので開発予算この右側のね右下の赤い丸っていうのは開発予算なんですよ。で研究開発費ニコンさんの中でその映像性液、ヘルスケア、コンポーネント、産業 機器とかいろいろ事業分野があるんですけどもその中で映像事業っていうものは昨年の25%に対して27%で180億円を投じるという形をちゃんと出してはりますのでおそらく値上げでね、えー、確保したお金っていうのはちゃんと,、えー、と開発費にも回してくれて開発費に回るとレンズであったりとか新しいカメラであったりとかそれこそファームウェアの更新であったりとかソフトウェアであったりとかいろんなまあ人材とか工場の機材とかいろんな含めて。 全部トータルで開発費やとは思うんですけどそういったところにちゃんと、えっと、お金を出してくれるとで、えっと、マーケティングの場面で私たちはこうしてますっていうとそれなんぼでも嘘つけるんですけど投資家向けの IR 資料で嘘つくとさすがにヤバいんで投資家の方に嘘ついてお金集めたらそれってほんまにあのニュースになるレベル <laughs> ですのでなのでおそらくこの IR 資料では嘘つかないと思います 多分ね、多分なので <laughs>、何とも言えんけど、それは会社さんの状況とか姿勢とかタイミングにもよりますけども、まあおそらくニコンさんはちゃんと製品をこのロードマップにね、沿って出してきてくれてるので、カメラとかレンズも。なので大丈夫やと思います。なのでカメラっていうものは高い買い物かつ、打った時にね、やっぱり先ほどの D850 じゃないですけど、半値以下にもなる。 じじじゃゃゃなななるんですけどでですすけけども円いいわかお金に多少はなるのでさっきの D850 だったら6年前とかやけどえー、っと3 5五6万で買ったやつが123万ってまあ3分の1ぐらいの値段で売れるってデジタル製品の中ではすごいことやと思うんですデジタル製品って時代が進んでいくともうほぼ0円の価値になってしまうものが多い中カメラっていうものレンズっていうものはかなりあの高値で買い取ってくれるっていうところがありますのでやっぱり。 まあ機材投資かなっていうふうに思うんですよねでカメラとかレンズっていう製品を通して、まあ、私たちがね写真とか映像を通じて思い出なんかを切り取れる機材への機材投資に近い感覚かな、まあ、消耗品でもあるしうん、まあ、浪費でもあるっちゃ言われたらそうなんですけど、まあ、投資でもあるんちゃうかなっていうのは思います。買ってすぐ捨てるわけじゃなくて買って何年も持ち続けるもんなんでね。だからこそ マ Z マウントのマウント縛りっていうものがある以上納得したカメラメーカーっていうものを選んでほしいし長いこと使い続けるからねでレンズもどんどん買い足していくしで長期的に信頼のできるブランドっていうものを選んでほしいなっていう思いで私自身情報発信をしておりますだって10万20万とかね 高いいじゃないで,すかで、すかでいいカメラ買うと40万とか Z9 やったら69万もう実質70万じゃないですか。70万の買い物って人生の中でめちゃくちゃ大きい話だと思うんです。で、70万のカメラだけ買っても写真撮れないんですよ。記録メディア、え、1枚3万5万すんのえ、2枚入れんのえ、ここで10万や。え、レンズ1本、え、4万とかのやつあるけど、Z9 のカメラの能力を最大限に活かすには、S ラインっていうものがいるのえ、10万するのえ、90万とか100万いくやんっていう買い物のレーベルの話なんですよ。 少なからず私には勇気のいる買い物なんですカメラとレンズっていうものはかなり慎重に選んで失敗のできない確実な買い物もう金額的にね金額的にミスマッチのないようにカメラを買って損したなっていうふうに思う人を私は減らしたいんですなので役立つ情報をしっかりとリアルな情報を本音で語っていこうかと 思いますで大手三大メーカーさんをねあの業務で利用する立場にはいるんですけども私は、まあ、基本備品という形でこれで撮っといてっていう形でなんかカメラ A とかテープラ貼られたやつを渡されてあーじゃああの SD あの記録メディアどれですかーって言ったらああの何番テーブルの姉の上から何列目みたいな感じでパパッて入れてで写真撮っときましたはいあの何んですか現像版よろしくみたいな形でデータを渡してまあおしまいという感じなんですけど、まあ、そういった私が備品じゃなくて 身銭を切って自分のお金をどのカメラメーカーに投じるかでその投じたメーカーで使い続けた結果20年ニコンを使い続けたよっていうのが一つの参考モデルケースあくまで私の利用方法にマッチしただけなんですけどマッチしたっていう事実があるっていうのも一つモデルケースになるんちゃうかなとなで改めて結論をお伝えしますとニコンは値上げがあってもおかしくない状況に来ているよと でただ、急激に私たちの収入を上げるっていうのは実質難しい。なんかその辺から温泉とかね、油田が出てきたらええけども、実質的に難しいので、まあ、無駄な出費を削るというか、抑える工夫が必要ですよと。嗜好品ね、他にはあんま買わん方がええかなというところがあります。で カメラとかレンズに優先度をつけて負担のない速度感順番で私自身着実に購入するための準備であったりとか予定を進めていますので、まあ、インパクト重視で新品が出たは買う使ってみたも,うこう、ね、もの 十分満たされた、売っ払って次のやつ買うみたいな、そういった配信者さんも数多く、ガジェット系には得、カメラとかレンズにこだわらずね、ガジェット系っていうもの全般には、新製品買って、えー、うわーって使って、レビューして、うわーって売っ払って、そのお金をまた次のやつにっていうのが、まあ、一つのサイクルとして、まあ、やり方としてはあるんですけども、私はそういったやり方をニコンに対してはしないんですよね。なので、衝動買いっていうものはしないので、しれーっと、今更買いっていうのを、 しぜーっと一番お買い得なタイミングで今やここっていうのを慎重に選んだ上で買うようにしておりますので確実に必要な機材っていうものは必要なタイミングで適切に買い替えてるというか入れ替えてるっていう方がええかなっていう形で買い揃えておりますので今後もいろいろニコンの情報を語っていこうかと思いますまた次の動画でお会いしましょうじゃあね